雨止むまで帰れません。やーどうでしょう、マスド。もちろん。というわけでね、はい、今日本は梅雨に入ってるわけですよ。はい、まあご覧の通り今もね雨が降っておりますよ。はい、まあ雨ってすごい嫌だなって思うと思うんですけど、はい、人間の生活に雨は欠かせないわけです。確かに。けど人間は雨をねちょっと大阪にしている。確かに、ちょっと嫌ってる部分は嫌だもんね。そう、今一度雨のありがたみを知ろうということで今回は、はい、まあ雨止むまでね土手で生活して、はい、この雨のありがたみをね、はい、味わおうという、おぉ、なるほど、肌で感じようという企画でございます。なるほど、素晴らしい。で、まあ、全員は、はい、面白くないなと思ったんで、はい、この3人の中でね、じゃんけんしまして、はい、まあ、負けた1人が、まあ、雨止むまで土手生活でございます。はい、はい、最初はグッ、じゃんけんぽい、よしめっちゃ叫んじゃった、ごめん、大家さん。最初はグッ、じゃんけんぽい。僕です。あなたです。もうね、もうね5日前ぐらいに決まったんですけどね、もう本当にその日から毎日うざかったりする。前準備がね、本当にもう、しかも今日の今日で MacBook 壊れるっていうね。本当に数十分前だね。何ですかこれ。やめますよもう YouTube で。というわけでね、現在がね6月18日木曜日の6時48分なんですけど、はい、まあ、期限は雨止むまでです。わお。だからもしかしたら1日で終わるかもしんないし1ヶ月あるかもしんないしみたいな。そういうことですね、つまりね無期限ってことですね。ちなみに天気予報的に雨が止むのは、土曜の朝3時でございます。なるほど。のけぞんなお前ら。最低、それが一番こうだ。最短で、そっか、土曜の3、朝3。予報はね、予報は。まあね、一泊はするね。確実に一泊。雨の中、土手で。そうだね。無駄すぎる。しんどいな。まあね、僕たちもね、もちろんメンバー、負けたメンバーとしても、まあサポートはしていくつもりなんで。当たり前だろ。ありがとうございます。雨の中、頑張ってください。うぜぇ、応援されたくない、もはや。もう、いいってなる。もう帰りたい。応援されるなら帰りたい。まあ、そんなこと言っててもしょうがないんで、はい、始めようと思います。はい、はい、ただ一旦ちょっと MacBook の調子を取り戻すために一回帰りますけど、はい、まあ、だから8時ぐらいから始まることになると思うんですけどね、はい、そこら辺はご了承ください。はい、というわけで今回は雨降り止むまで土手生活です。やっていきましょう。はい、はい、わあはい、ということでね、現在9時5分でございます。まあ今ね、がっつり雨降ってるんですけど、まあ今から雨止むまで家帰れないということで本当に意味がわかりませんけども、まあ頑張っていこうと思います。というわけでね、まあメンバーがね支給品を買ってきてくれたらしいんで、それ見ていこうと思います。の前にまず俺が用意したのは、まあこれ最低限ね動画撮るための1000ルーメンのライトと、あの寝袋です。3000円しないぐらいの激安寝袋、後で開けます。まず僕からはですね、はい、まあ、ぜひですね、まあ、こんな土手にねいる機会はねあまりないじゃないですか。ないです。夜の土手を探検してほしいなということで今回ヘッドライトです。ヘッドうざ。ヘッドライトうざ、うざい。ヘッドライトをつけて GoPro 持って夜の街を探索していただきたいなと思います。ちょっと開けてみようかな。はいはいはい、こういう感じね。あ、落ち着いた、やった。じゃあこれはね、まあ頭につけてもらってこの真っ暗な土手を探検していただきたいなと。なるほどですね。おお、ぽい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 。映るんかな、逆にちょっと見てみよう。この距離で柱映るぐらいですね。それは普通に。まあ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 、明かりはねないよりあった方がいいから。まあまあまあ、まあ、今回ね僕が持ってきたものなんですけれども、まあ一番ね、この土手生活をするにあたって困るのは何ですか？お風呂。ああ、はい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 、お風呂入りたいでしょ。お風呂入りたいね。そんな時に僕の持ってきた商品でお風呂に入ってください。おお、いいですか、出して。はい、こちらです。カラフルウォーターバルーン。できた。うざっ。うざすぎ。なんで
お前学生時代これで風呂入ってたんだよ学校でよ。いやでもちなみにだけど、これ俺別に買おうって言ったの俺じゃないから。僕です。お前かよ。うざ。もういいよ。はい、もうスルースルー、はい、僕の持ってきた商品、外にいる上で少なからず敵はいるんですよ。俺はそれに対抗するものを持ってきた。おー、いいね、いいね、いいね。なんかちゃんとしてる。ボーン。これライトセーバーです。よっしゃー。こちらライトセーバーです。ということです。バカ。まあ、ラスト、まあ、これは本当におふざけなしです。はい、うわ、はい、こちらテントです。うわー、いらねー。え？屋根あるし。こんばんは。 YouTube の企画で雨止むまで帰れませんっていう動画をやってるんですけど、じゃんけんで負けて僕が被験体になったんで雨止むまで土手にいます。はい、現在10時31分ということで、まあ、大体土手始まってから1時間が経ちました。まあ、今のところ友達と連絡取ったりして曲聴いたりして時間潰してるんですけど、そんな感じですね。さっきの冒頭のシーンの喋ってるやつは友達とのインスタ用のアカウントでストーリーを上げました。俺マジで本当に1週間に1回ストーリー上げるか上げないかぐらいの見る線なんですけど、さすがに今回はストーリー更新してもいいだろうということでしました。まあ、ということでまた1時間後ぐらいにねカメラ回したいと思います。ではまた。うぜぇ、マジでうぜぇ。うわ、マジでうぜえ。なんだこれ。してくる普通。過激な状況、過酷な状況でさ、あんなさ、やらしいドッキリ仕掛けてくることある？疑うわ。人間性を。ちなみに、今の時間がですね、23時11分です。まあ、あいつらにやられたのが23時ということで、もう早々に HP が限界ですけども、頑張りまーす。いや、もうこの暇な時間を要してあいつらに仕掛けるえぐいドッキリ考えよう。いや、まあずっとじゃないけど普通に定期的にっていうか、そう、1時間ごとぐらいに。今バイト終わったとこするわ。ああ、なぎ。いや、はおんちょん。お前すごいよ。多分俺外泊のプロだから本当どこでも寝れる。マジで本当にどこでも寝れる。コツ教えてよ。コツ。雨降ってるけど。ああ、まあ屋根あるじゃん。屋根ある、ね、もう寝れるじゃん。何ですか。あ、差し入れ。あ、友達がね、来てくれた。すげえ。マジか。ご飯。うわ、熱っ。ご飯の時間です。熱い。熱すぎる。ちょっと待って、熱い。はい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 。まあ、朝のご飯に入れるね。はい、クロワッサンね、5個入り。朝ごはん。え、吉野家やん。吉野家です。モンエナね、生茶。そしてさすがめです。ビタミンレモン、めちゃめちゃ大事。ビタミン、うわ、待って、ちょっと熱いな、これは。死なないようにね、最低限。ちょっとかな、これ。それが個人的に、なってた。ああ、この貯金のあれあげる。じゃあ貯金してから食うわ。偉い。相当前だけど全然いいよ。いただきます。カチカチ。2時間前とか。2時間前のチーム。わあ、よかった。クソ幸せそう。よかった。やばい。いい企画かもしれない。いい企画かもしれない。お前らも買ってきてくれるし、小高来てくれるし、うん、最高じゃん。卒業ぶりだからね、会うの。優しい。わざわざ来たんか。普通になんか、もうなんか遭難でもしてんのかな。迎えに行こっかって言ったら、ストーリー見たら、あ、動画か。暇だからいいや。今1時6分、雨チェックします。降ってないことにしたいぐらいのフリード。そう。うざっ。この別に傘なしで帰れるぐらいの雨。いや、ワンチャンある。あ、忘れてましたけど、基準としてはこれ雨止んだなって思ってから30分間その状態がキープされたら帰っていいということになってますんで、だ今の山場っていうかポイントは3時から4時ぐらい、このタイミングでワンチャンあるんで。いや、
かといってね、ちょっと遠いんだよ家まで、こっから確かに。まあそういう感じですね。とりあえずもうちょい、嘘、まだまだここにいます。はい、というわけで現在1時16分、未だ雨は降っておりますね。で、高校の時の友達と名将のメンバーが来てくれて、で今帰ったっていう感じで、まあ2時間弱ぐらい、あんま分かんないけど1時間2時間ぐらいいてくれたんでだいぶ助かったんですけど、ちょっとあれですね、5人いた後のギャップがやばいっすね。本当にもう降ってないんですよ、ほとんど 5% ぐらいしか降ってないんですけど、まあちょっと帰れないなと思ってもうちょい頑張ります。で今ね、家で買ってきた寝袋を引いてますっていう感じでね、またしばらくしたらレポートしようと思います。よかった、どうですか。え、マジでそうなんですよ。マリだ、どうですか。はい、普通に可愛い。待って、準備するわ。ありがとう。ちょっとね、サポートアイテムを持ってきたんだけど。え、マジで。え、やんでね、今